こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズン UEFA チャンピオンズリーグラウンド16セカンドレグ、バイエルンミュンヘン対パリサンジェルマンの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。バイエルンミュンヘンのホームでありますアリアンツアレナで試合は行われました。バイエルンミュンヘンはユリアン・ナーゲルスマン監督のもと、形なんですけれども、4バック3バックを使い分けるような形で、戦っておりましたので、今回は3バックで、ちょっと紹介させていただきます。ゴールキーパーゾマー、3バックスタニシッチ、ウパメカのデリフト、ウィングバック右コマン、左にデイビス、中央2枚にキミッヒ、ゴレツカ、シャドウにミラーとムシアラ、ワントップシュポモティングというような形です。で対するパリ・サンジェルマンは、ガルティエ監督のもと、こちらもですね、3バックシステムを、採用しております。形的には、3-4-1-2 もしくは 3-5-2 の形に近かったかなと。ゴールキーパードンナルンマ、3バックダニーロ、セルヒオラモス、マルキーニョス、ウィングバック右にハキミ、左にヌーノメンデス、中央3枚にベラッティ、ファビアン・ルイス、ビティニャ、2トップにメッシとエンバペというような形でございます。では試合結果といきまして、合計スコア2対0でバイエルンミュンヘンが勝利を収めました。この結果2試合合計3対0ということで、我がバイエルンミュンヘンが勝利を収めました。はい、では内容の方に触れていきます。まずはホームのバイエルンミュンヘンからお話をしていきます。まずビルドアップの時なんですけれども、3バック4バックを使い分けていくような形で、デイビスとコマンが明確に幅を取ります。なんですけれども、デイビスサイド特に左に関してはですね、状況によってデイビスが左で、低めの位置もしくはちょっと絞ったところでボールを受けたりとかすると、左の幅はムシアラが取るような形で臨機応変にポジションチェンジを行ってます。でそういった状況の中で、パリ・サンジェルマンの、前からのプレスに対して、しっかりと回避できるように、捕まる瞬間っていうのももちろんあるんですけれども、相手の質が高くて捕まる瞬間っていうのもあるんですけれども、角度がねしっかりと作れるような状況でビルドアップをしっかりと行っていたと思いますし、ミラーとムシアラのサポートも、素晴らしかったと思います。あとはキミヒですね、もう本当に素晴らしかったと思います。状況もそうですけれども、自分でボールを持って運ぶこともそうですし、体の向きで騙しながらですね味方につけたりとか動いたり、動きすぎずっていうところの、判断っていうところ、あとはもう彼の持ち味であるキックだったりとか、本当にトータル的に本当に能力の備わってる選手だということはね、我々バイエルンミュンヘンのサポーターの方々はみんなが知っているところだと思うんですけれども、うまくゲームをコントロールしながらですね、チームを、支えてくれていたのではないかなと思います。あとはですねゴレツカ素晴らしかったですね。本当もう最高ゴレツカ、もう僕がねもうずっと言ってますけど、現役でもう大好きな世界一好きな選手ですけれども、本当にね攻守両面において必要な動きを徹底的に行いますしね、メッシに対してのタックルのボール回収何分だったかちょっとごめんなさい忘れたんですけど、スプリントからの回収も素晴らしかったですしね。でボックスに侵入していくその、勢いとかね、足元のコントロールっていうのも本当に素晴らしかったし、本当に良かったですね。あとはもうデリフトのあのスーパークリアね、もう本当助かったわ。あのシーンは本当にもう私からするともうヒヤッとしてね、ゾマーって思いましたもん。いやーと思ったけども、ちゃんとそこをね戻りきってくれてた、もうデリフト本当にもうありがとうございます。もうあの1点がもし奪われていたとしたら、もしかしたら流れが変わっていたかもしれないから、本当に良かったと思います。本当にね今日に関しては、守備の話もしますけども、もう全員がよく働いてくれていたと思います。本当にバイエルンに関してはね、特に本当にで、守備のことに関しては特に今日はね、普段とは全然違いましたね。バイエルン普段はもっともっと前からどんどんはめていって捕まえに行くこともするんですけれども、パリのホームのパルクデフランスに乗り込んだ時にはやっぱりある程度捕まえに行った状況の中での背後っていうところを使われて、ヌーノだったりエンバペにね、こう1点を取られてもおかしくないようなシーンとかを作られていたので、今日のバイエルンに関してはですね、
プレスはねさほどかけないんですけれども、しっかりとね、まあ、あのコースを切った状況での、まあ、制限っていうのをかけまして、まあ、最終ラインセンターバックに対してはある程度ボールを持たせることはあの許容するけれども、まあ、中央だったり、まあ、メッシだったりエンバペだったり、まあ、この辺りに入ってくるボール、まあ、ビティーニもそうですけれどもね、ファビアン・ルイス・ベラッティだったり、まあ、こういう中央に降りてくる、入ってくるボールに対してはしっかりと捕まえて、まあ、そこからの前進は塞ぐと。ただまあベラッティとかファビアン・ルイスとかがですね低めの位置に降りたりとか、もうそれこそセンターバック間に降りたりとかすることに対してはですねそこまで強度高く、プレスはかけません。まあ、基本的に、人が降りるということはその分距離が空くので、その分また、中盤の選手たちが降りてきてね、ベラッティの役割をまた別の選手がこう降りてきて担うということになって、ボールは保持できるんだけれどもゴール方向に対して人がね避けなくなってくるんで、まあ、そうなってくるとやっぱり重心が後ろになっていくので、ボールは持ってるけれども前に運べないっていう、まあ、今日のパリみたいな展開になってくると。だそういったところをまあ意図的に生み出しつつ、まあ、エンバペ・メッシっていう、まあ、強烈な個性を持った人たちに、まあ、スペースを与えない中での戦い方っていうのを、まあ、選択して戦ってたと思うので、まあ、徹底的にリスクを、まあ、ある程度管理した中で、攻撃のところでは自分たちの保持っていうスタイルをしっかりとキープした中で、まあ、両ワイドの幅を取っているタレントの突破力だったりとか、まあ、キミヒだったりゴレツカだったりの、まあ、ゲームメイク力だったりとか、まあ、突破力とか、まあ運ぶ能力だったりとか、あとはミュラーとかシュポモティングとかの、まあ、サポート力だったりとか、うまくこうね人をかけた中での、まあ、ポジショニングっていうのも非常に良かったと思うし、でその中からの、まあ、撤退守備、まあ、ガチッとこう構えるわけではないんだけれども、まあ、ある程度ミドルブロックで構えた中での回収からのカウンターっていうところもですね素晴らしかったのではないかなと思います。なので今日の試合に関しては全員がね自分たちが、担わなければならない仕事っていうのを徹底的にしたと思うし、ナーゲルスマンも本当に素晴らしい采配をしたと思います。今日に関してはですねナーゲルスマン本当に、まあ、今日に関してはというか、まあ、本当に相手のことを分析してこう自分たちの個性もうまく使っていきながら戦っていくっていうことも十分できる監督であることは今まで証明していることなので、まあ、私は常にね彼のことは信頼してますっていうふうには言ってましたけれども、本当に今日に関してはもうナーゲルスマンの戦い方が、まあ、MVP 級なんじゃないかなと、選手全員に与えてもいいんだけれども、今日はナーゲルスマンの采配がズバリじゃないですかね。はい。で、対するパリ・サンジェルマンなんですけれども、まあ、先ほども言った通り、まあ、あの3バックの、まあ、セルヒオ・ラモスだったり、まあ、ちょっとねあのマルキニオスが怪我しちゃったりとかしましたけれども、まあ、あのビチアブだったり、まあ、ムキエでねあの怪我したのかな、後半入ってきてちょっとまあ急にねまたスタートからまた交代みたいなことになってたけど、まあ、3バックプラス、まあ、ベラッティだったりビティーナだったり、まあ、メッシとかエンバペとかもねこうサポートに降りてくるんですけれども、先ほども言った通り人が降りてくると一番こう攻撃に力を割きたいポジション、まあ、いわゆる前線に人がどんどん人がいなくなってくるとってなってくると、どんどん孤立して選手間の距離も遠くなっていってパスもつながらなくなっていくっていう中で、エンバペとか、まあ、メッシはねある程度こう間で受けたりとかするんで、まあ、エンバペも降りてはくるんだけれども、やっぱりこの2枚がやっぱりボールを持てるか持てないかっていうところでやっぱり相当パリの、まあ、ゲームは変わってくるというか、まあ、今までパリ自体がこの2枚の個性だったりプラスネイマールっていうところで、まあ、個性を発揮して戦ってきているチームなので、もちろん今日はネイマールがいないっていうのもあるし、まあ、キンベンベがいないとか、まあ、マルキニョスが怪我してしまったとか、そういった要因は確かにあるんだけれども、やっぱりこういった超人的なね、まあ、個性がいるからこそ今までこう戦えていたものっていうのを、もし例えば制限かけられた場合、ここにまずボールを預けられない最終ラインの人材はボールを持てても、後ろの選手たちはボールを持てても、前にも預けたい選手たちがボールを持てないっていう風になると、パリの選手たちも当然困惑するし、パリとしても前進できない。だからサッカーって結局まあボールを持って、まあ、ゴールを奪うっていうところがまあ最終的な目標じゃないですか、繋いだ中でね。でパリからするとやっぱりメッシだったりエンバペだったりにどれだけボールを持たせられるか、意図的にかつ効果的にっていうところで、運べるかっていうところだったんで、やっぱり低くっていうところでこう人が先すぎたりすると、先ほども言ったように距離感が長くなったりとかでうまく使えなかったりとか、運べなかったり預けられなかったりとか、当然メッシとかが降りてきても、まあ、人が降りていくものに対してはバイエルのある程度こうまあ、夜住んでメッシだったりとか中盤に降りてくる選手に対してはしっかりガチッとこう捕まえに行ってたんでね、じゃあそこをねもしこう捕まえられた時にじゃあ次どうするんだっていう時の、まあ、ガルティエの采配っていうところでちょっとまあ停滞してしまったのではないかなっていうふうには思いますね。はい。
あとはまあゴールキーパーを含めたビルドアップっていうのもそこまでなかったので、まあ、バイエルンがそこまでプレスをかけてこなかったっていうのもあるんだけれども、やっぱり瞬間的な強度っていうところで、特に2点目なんかはプレスでガチッとはめてやっていたところなんですけれども、あの辺ももっとシンプルにドンナルンマに戻してもよかったところを、まあ戻さなかったっていうところもそうだし、まあドンナルンマもね、角度作ってなかったとか、まあ、ポジション取ってなかったっていうのもあるんだけれども、まあそういったところもね、普段やってるやってないっていうのもやっぱりああいったところでね、瞬間的にやっぱり状況として出てくるんで、まあそういったところもまあパリの課題かもしれないですね。はい、まあ僕もね、まあ、パリの試合とか、まあ、見させてもらったりとか、それこそジャパンツアーのね、まあ、パリの試合とか見させてもらった中でもね、まあ、パリはパリのそのスーパー的な個性をうまく使えれば、ボールを保持した中で彼らにうまくボールを預けられればね、チャンスは作れるけれども、まあ、スタイルによるものの、まあ、欠点っていうのは結構明確にあるチームだよねっていう話は結構ね、まあ、前々からしていたとは思うんですけれども、まあ、そのあたりも結構出ていたんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、まあ、守備陣に関しては 5-3-2 のミドルブロックプラス、まあ、ファビアン・ルイスが1列出ていくような形で、まあ、ハイプレスだったり制限とかもまあかけていくみたいな形でしたね。若干まあ緩さもあったりとかして、間が空いたりとかして、まあ、キミヒだったりとかにそこをうまく使われてとかいうこともあったので、まあね、まあ、パリってまあこういうチームだから、まあ、メッシ、エンバペだったりとか、まあ、こういう個性がいるとね、まあ、どうしてもやっぱり戦い方っていうのはある程度こう決まってくるところもあるので、多分メッシ、エンバペがいて、多分バイエルンが普段やってるような戦い方とかは多分、まあ、できないというか、まあ連戦で多分行うことは多分できないとは思うんですよ、その運動量的にね。だからこうそれぞれが持ってるまあ個性をこううまく活かしていくっていう中で、より組織的にかつこうチーム全体としてまあパリの攻略に挑めたバイエルンと、まあ、バイエルンのこうスタイルっていうところのその臨機応変さっていうところにまたうまく対応できなかったパリっていう感じじゃないですかね。はい、ということで、以上でございます。まあ、本当にね、私も、まあ、この試合をね、本当に先ほど終わったばっかりですけれども、まあ、リアルタイムで見させてもらってる中で本当にね、まあ、ゾマーのヒヤヒヤっとしたミスもあったりとか、いろいろありましたけれども、まあ、先制点決まった瞬間ね、もうだいぶホッとして、もう本当に落ち着きましたね。もう内容も展開的にも、あの先制点取れれば、あ、これはいけるっていう内容だったんで、あの多少安心はしてたんだけれども、でもやっぱりなかなかね、1点が遠かって、まあ、時間が経過していく中で1点取られるときついな、まあ、バイエルンもちょっと前がかりに出ていかなければならなくなると、その分背後にスペース出てくるからまたこうなるなとか、まあ、結構思ってたところはあったんで、本当に先制点がね、まあ、大きな意味を持っていたと思うんだけれども、まあ、その中でバイエルンが先制点を奪えたことが、まあ、今回の勝利に大きくつながったと思うし、まあ、ナーゲルスマンの、まあ、見事な采配っていうところも良、かったのではないかなと思います。はい、ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。